囲碁高校生徒会です。今日は私たちが主催する SCH 囲碁に参加していただいた浦崎太郎さんにインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日の感想をお聞かせください。はい、こちらの高校生がもう地域に出てね、地域のこと本当に深く学んでるということを実感できました。本当に良かったと思ってます。自分たちに、その今後地域活動をする際に何をすればいいですか、ね、はい、はい、地域の中にはあの高校生求めている団体さんがいっぱいあると思うんですね。でそこに高校生が入っていくとすごく地域の人助かるし、元気が出てくると思うんですよね。で高校生も元気になれると思うし、地域の人も元気になれると本当にいいよという評判が地元に広まっていく。でそうするとどんどん参加の場が広がっていくというふうに思ってます。はい、ですので最初地域で何かやろうとしている人たちの大人の中に飛び込んでいくというのがいいと思います。はい、ありがとうございました。またこのような機会があれば、生徒会としてだけでなく個人的にも参加してみたいと思います。私たちが主催する SCH5 で浦崎先生に高校と地域との連携について詳しく講演してもらったので、これから今回の講演で得たことを生かしていけたらいいなと思いました。